名言とかはしないんだね、バッタリの原因で、女二人はやめない大丈夫。あ、いや、さっき、それこそさっきも話しとったけど、あの、首切られんかぎりやめない。あ、そのいや、マリエ顔やなんでそんな映画しやん。いや、なんかさ、ここでしんみりしててもやっぱちょっと違うじゃん、まあまあ、なんか、この度は、てかもう違う違う、かといって、歯茎出していいかしんみりすんなと思う。ちなみに今日は何日ですか。今日は、20日かな。20日っすね。バッツバツのバッツバツの でもよかった、なんか思ったより明るくてよかった。あのね、今回は前回と違う。そうそう、違う、もうはっきり言う、ね、そうね、違う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 けど大丈夫。むしろ前回の方がちょっと落ち込んでる。前回は相当違う。寂しいけど寂しいけど、あ、落ち込んでる。寂しいと落ち込むって全然違うね。なんか分かった、これでちょっとベクトルちょっと違うんだなっていうのが。そうですね、そうです。なるほどね、あ、じゃあ話しやすいね。そうなんだ。あ、そうだ、そうだ、そうだ、よかった、よかった。なんだ、そういう温度感なんだ。そうね、まあ割とね、どっちかっていうともう振り切っと。いや、なるようになるしようか。なんかすっきりしたもん。一回6月6までに会社の悪い海みたいなの全部しゃあないから。俺たちだって、そうならないように最善の努力全部した自信がある。そう、今回はベスト尽くしてる。前回は確かにベスト尽くせんかった自覚があるけど、ちょっとなんかいろんなことあった。なるほど、ね、今回めちゃくちゃベスト尽くした。マジで。マジで尽くした。いや、ほんとベスト尽くした上でなんだよ。そう、尽くした上でなら、しゃあない。しゃあない。どうしようもない。いや、どうしようもないね。それはもう、どうしようもない。いや、もうなんか今も話してて、やっぱり何喋ってても面白い。また回させてもらったら、ほんとに。だって、おしゃべってて、やっぱ今が一番面白いもん。え、だってね、昨日の今日すぎるからね。そうだって、まるでね、相馬がそう、なんか俺たちがね、解散したみたいなテンションで来るから。確かに。解散じゃないって。解散じゃない。相馬とはちょっと一緒にするってことだよ。人らとは違う。いや、結構似てるぜ。なんか全然違かったわ、やっぱ想像とね。落ち込んでると思ってた。もう落ち込んでると思ってた。嘘、え、あるよ、なんなら別にさ、相馬の髪の毛銀と赤のツートンにして。銀と赤のツートン、銀と赤のツートン、中継線加入。重すぎる、重すぎる、重すぎるし、このテレビでマルがさ、あ、マルって言っていい、いいよ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 、昨日の今日すぎるやん、リンゴとかにしてくれ、ややこいや、変に拡散で、本当に変になるやろ。このタイミングでさ、6日さ、復活する流れで、そうそうそう、このスパンで、え、でも逆によ、6日復活した後にこう並んでるから。ああ、そうそう、それはそう、そう、復活でいい流れの時てか、そこも話し合ったよ、そこも話し合った上で。いや、だから俺の中で、そのなんかもうこの前も動画撮らせてもらったじゃん、全然その匂いなかったから。おー、まあそうだね、だって急に動いたもん。あ、俺たちびっくりした。あ、そうだ、急に話動いた。あ、急にバンって動いた。こっちも急に動いた。金はもうちょっと予兆あった。あ、そうそうそう、けど赤は別にそういう予兆あんまり、急にドンみたいな。あー、なるほど、急に行ったパターンだ。そうそう、じゃないとね、だっておかしいもんね。さすがに、だって俺一緒に案件動画撮ってる。あれとかも一旦捨てる。あれは一旦捨て、最悪見らんかった。あの動画は俺は見んかった。まだ見てない、まだ見てない。でも偉いもんで、あれそんな俺だったかった。そうだそうだ、頑張ったけどなんか難かった。いや、まあまあ飯やしね。飯飯、ただただ美味しい生姜焼き作ったってのは。まあそうよね。でも確認の方が来たけどね。確認、あ、本当？いや、いや、じゃ確認が来ただけ。確認が来ただけ。それもあるから、あの言葉一つもなんか URL だけ送られてきた。多分これ確認かなっていう。雑やな、雑やかね。杉山でも見る気も大きいかと思う。まあいいかと思って、まあまあまあいいかな。名言とかはしないんだね、バッタリの原因で。女、ありがとうございます。ドストレートですね。まあすっきり、まあ3文字で済むやん。本当に世間も分かった。本当にそれがなかった。そうね、なんか嘘つくのも違うやん。まあそうね、そうね、まあ間違いない。それもいいやから。なるほどなるほど、別にどっちが悪いとかじゃなくて、もうそういうことだね。理由はそう、理由を挙げるなら、別に誰が悪いとかじゃない。そう、誰が悪いとか言って、悪いとかじゃない。あと、この確認は絶対したかったのか。二人はやめない、大丈夫。あ、いや、さっき、それこそさっきも話しとったけど、首切られんかぎりやめない。いや、もうここまで来るとすごい心配になっちゃう。でも、さらに減るんじゃないか。言葉選ばずに言うと、ここまで来るともう上がってる。やけくそない。普通に上がってんの。もうやるしかねえ。でもはっきり言うけど、俺上がってんの。
やるしかねえ。普通に。割り切れやっぱ人生ってなるようになるよ。あ、もういいね。今入ったじゃなくて、もう先月くらい。もうなんかうっすらこうなりそうな気がしとったね。まあもう、やけど大丈夫。マジで。あ、よかった。それはなんかよかったわ。なんか、そう、俺も深読みしすぎて、ワンピース考察ぐらいもうめっちゃ深読みして、この段階で脱退するってことは、もうやめてって。で、逆に最終決みたいな。ああ、なるほどね。俺も全部社長が仕組んだ罠やって思ったんだけど、その考察はもう考えすぎ。だってその最終決して何まあそのレペゼン地球時代のファンとかはめっちゃ喜ぶ。そう、そう、その5人揃ったらね、それは喜ぶけど、でもその最終決できたらいいけど、各々の意思が必要だもんね。そうね、そうね。そう、ワンピースはちゃんと強くなったり、みんなやっぱちゃんと海賊王の、それで夢が一個あって、シャバンディ諸島編ね。俺たちの話もあったよ、その一個。最終決するって。でもいや、ちょっと待ってって言って、一旦解散して最終決で集まれる。確かにね、みんな集まる、みんな集まれそう、大丈夫そう、結婚とかしてない、大丈夫、このメンツ集まらんちゃうかみたいな。一回ばらけたらね。そうで、出た結果が一回ばらけて集まらんかも、さすがに。じゃあ作戦ではないってことね。そうそう、全然作戦とかじゃない。じゃあマジ多分俺らのリアルそうじゃねえみたいな。その別にずっと俺たちリアルとこ出てきた。逆に思われたもん、そのなんかドキュメンタリーやけん。まあそうね、そうね、ただのレペゼントしてるストーリー。そう、改めて嬉しいよね、この節目のドキュメンタリーでめっちゃくさせてもらえて。そう、あれ一発目やけん。確かに一発目、一発目、一発目。それはそう、昨日の昨日で、あれだってフミヤってスペインで DJ してるっつってね。なんかイビザって書いてるな。イビザ島にいるって書いてる。突然すぎてイビザ島にいます。意味わかんないですね。そうだ、追いついてない、追いついてない、間に合ってない。でも僕もびっくりしてますって言って、罠ついてたから。みんなもうちょっと上がってる。上がってんだ。だってここで俺らが落ちちゃったらどうしようもないよ。確かに。俺はもう丸まで抜けてしまった。納得的にファンがかわいそう。俺らがこんなんなっとったらファンさらに落ちていく。どうするとって、まだうちら応援したいのに。だから、だから特殊が確かにね。そうね、応援しよう。やるしかねえ。もうじゃあ社長も上がってんだもん。あいつはずっと上がってる。あいつは別に失踪直後から。そうそう、ボイコットだから全然上がっと。見えてないだけか。そうそうそう、世間から見えてない。世間から見えてないだけ。全く見えてないから。そうそう、彼はもともと上がってんだ。めっちゃ上がってる。でも彼が上がっとけん、俺たちもトップ。そうね、それは量間違いない。そう、なるほどね。そう、悪い意味でも変わってなかったけん失踪したけど、いい意味でも変わってないけんまだ上がってる。俺たちは信用できる。なるほどね。炎死んでないね。そうね、炎は消えてない。あ、それは、そこ消えてたらもうね。そこ消えとったらさすがにね。さすがにね。じゃあ今後どうなるかっていうね。楽しみにしてたから。いや、楽しみですね。そりゃそうか、そりゃそうか。率直にどう思ってんだ。率直にどの件からでしたね。どの件からやったらっていう。今年今年すごいから、いっぱいいっぱい打ってるからね。まず社長いなくなったじゃん。そこどう思う。いや、社長ランクになったときは、さすがにちょっときついなと思って。あ、やっぱ、やっぱ5人で一番大黒柱やったし、リーダーやったし、で、そのグループの仕事を決めるのも基本的に社長で、社長がご覧ってなったらグループの仕事がなくなるわけな、基本的に。そう。やけん、俺はやっぱ一番そこがきつかったんだと。あ、そうね。でも社長いないのが、もう、なんか不安じゃないけど、なんかどうすればいいか。そう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 。今までそう、船長でさ、舵を握っとったやつが、急に船からご覧くなったさ。どうするどうするってなるわけやん。そう、その時が一番大変やったな。大変か。みんなどうするかみたいな。そうそうそう。例えば、で、そこから銀だよ。そうね、団体で。団体して、いろんな話して。いろんな話して。それも結構食らったと思う。食らったね。で、うわ、とうとうこういう日が来たな。5人のうちから。いや、それはそうだよね。今までもう8年、9年やってきて、うわ、とうとうそういう日が来た。と思って、で、ビンタ自身もすごい覚悟決まってる感じだったし、これを止めるのも友達としてどうなんかなって思う部分もあったんだよ。でもなんかそのグループの仲間としては止める武器。まあそうだね。そこ止めるかどうかって言っちゃね。そう、まあ悩んだ部分もあるし、ギンタはもう本当に覚悟決めた感じできて、はい、もう俺はこれがやりたい、うん、もうどうしてもやりたいけん、もう行くみたいな感じで言われたけん、なるほど、分かったよとは言ったよね。まあ、そこはなんか友達として言った感じがあったもん。もともと友達っていうのがね、そうそう、まだあるからね。ギンタとか特にためやし。そうか。そうで、一緒におる時間とかも一緒に帰ってとかしてさ、そうか、多分結構長かったよね。なるほどね。その分ちょっと思い入れもあって、そうそうそう、本気だなっていうのその分分かる。そうそうそう、なんかもう本気がすごい伝わってきたね。で、今実際本気でめっちゃ頑張ったわけや。そうか。ただただ
なんか寂しいやつよかった、うん、それは次に行った時は、まあ、それはお互いあるんです。そうそうそう、まあ、もうちょっとね、言葉を詰めて、俺、見た時はって言ってたまあちょっとそうだね、見た時はそう重たくてね、あ、いいえ、そこは、まるだそうですね、もう昨日ですね、昨日はつい、つい昨日ですね。そこについたら、もう結構、会社内でミーティング何回か、あ、そっか、そう、まるの結論に至るまでに何回もミーティングして、すごかったよね、すごかった5時間以上話した日もあった、うん、あ、そっか、でもずっと話してたことではあった、そうそうそう、もう話したことであって、それでもやっぱこう折り合いがつかない、うん、その会社の方針と、うん、まあ、まる個人としての気持ちと、うん、で、折り合いがつかなくて、いやみたいな、それはまあ、うちの会社もおるんやった、その会社の方針に従うのが、まあ正しいっちゃ正しい、まあそうですね、普通の会社ってそうやん、うん、やけん、まあ、そういう会社の方針もあるけど、マルのその本心の気持ちもあるので、うん、まあそうです、それで言うとね、マルがしたいこともあるし、そうそうそう、したい状況もあると思う、そう、うん、で、何回も見て重ねて、それがもう折り合いつかなくてもう無理やん、うん、ってなって昨日やった、うん、そう、だからまあそのこっちもなんかまあ個人がやりたいことってどうしようもないよね、そうね、なんかやってたら、うん、人間やけどね、どこまで行っても個人の人生があるし、うん、やっぱ20代の時ってノリと勢いでいけるよ、はい、まあ間違いない、ね、20代10年間ノリと勢いでいけるけど、うん、30代ノリと勢いでいけるかって言われたら多分難しいよ、難しい、やっぱ現実見る部分もあるし、うん、かそういうのもあって多分ちょっとやっぱ年齢が重ねるにつれて意見の食い違いだったり現実の見方とかさ、なんかその社長はずっとこう夢を描いてるけど中にはこう現実見てくるやつだってもう出てくるわけ、そうしてもね、そう、どうしてもね、だけどまあそういうところの食い違いもあったのかなと、なるほどね、こういう流れでさ、うん、もう1月からこう大変だったわけで、その中でマッキーは辞めたいと思う、いや、正直あった、あ、あった正直ちょっとあった、なんかここまで分解するんだったらみたいな気持ちがあって、その時ってでも社長と連絡ついてなかった、うん、なるほど、そうで、社長と連絡ついてなくて、俺はそんなに社長とコミュニケーションも取れてなくて、なんかそういう時になんかちょっとこう、あ、これやばいかみたいな、やっぱそういう、やめたいみたいなやつらがちょっとおって、そういうやつらの意見も聞くわけみたいな、うん、で、そういうのにちょっと流された部分もあったけど、けどやっぱその社長がさ、先月、先々月ぐらい戻ってきて、みんなでミーティングしたりとか、こう一対一で話す機会とかあって、あ、やっぱこいつやべえよ、あー、なんか見とるとこやっぱ人と違うし、行動力もそうやし、魅力、はい、そう、引きつける魅力みたいな思って、やっぱ社長に勝てる人いないなって思う部分があるよね、やっぱ。なるほどね。そう、なんかその強い人がもっと他になんかいっぱいおるとかやったらなんかこう選べるとかあるけど、唯一無二のやつ。なるほど。そう、この人ほど面白い人いないから。そう、社長のこの唯一無二さに惹かれて、よっしゃ頑張ろうって。へえ、あそこでエンジンかかった。そうそうそう。もう一回やっぱその社長とコミュニケーション取れてなかったっていうのもちょっと俺の中でっていうかな。いや、本人が社長に心酔してるチームではこれあるわけだから。そこがいないんだよ、手がかんだと思うんです、そうね、やっぱ、ね、そこが芯であったよね、レペゼントしてね、そうかそうか、なるほどね、社長の下に5人やったけど、うん、そうそうそう、ここがおらんくなるとやっぱそうだね、そう、やっぱきついっすよね、なるほど、そこは寂しかった、はいはいはい、でも社長が戻ってきて、じゃあ今も、うん、そうね、マジ頑張ろう、ここまで来たらもうやるしかないよ、ほんと、もう出るもん出たし、ね、もうなんか、ここまでリアルを俺ら届けられるんだったら、こっからもリアル届けるしかない、あ、なるほど、これはこれでまたね、まあ、よかったわけではないけど、まあ、これを糧に ね、 そうだね、このまたこうなったことを糧に、またこう、上がっていくだけですから、めっちゃ楽しみ、はい、楽しみにしててください。いや、よかった。